い、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレ版限定仮面ライダーゼロワンヒューマギアモジュールです。はい、スーパーテレビくんによって今ヒューマギア化してる僕に超おあつらい向きなアイテムがちょうどいいタイミングで到着しました。定価5000円ぐらいでヒューマギアになりきれるプレ版製のヘッドギアアイテムですよね。装着するやつ頭に、っていうかこの秘伝インテリジェンスがまるで実在するかのようなパッケージがとにかくかっこいいんだけど、これすごい良くない？シンプルめだけど世界観あるな。ではレビューしましょう。頭に実際装着できる以外にイズとアルトとジンのボイスが鳴るって予約時に書いてありましたよね。あー、おー、すげー、プロップ感あるかも。あー、さすがにやっぱプレ版アイテムってことで結構な本物感ありますね。すごい。あ、めっちゃかっこいい。で、電池入ってて、ここがブルーとレッドに光って、滅亡陣雷接続状態も再現できるんですよね。で、両方側のパーツと、上側のこのパーツはおもちゃオリジナルですよね。で、こちらにもボディシールがつくと。これも同じようにフィルム剥がして、切れ目入ってますね。切り離してフィルム剥がして、上から水でペタペタっとやれば、ヒューマギアになりきることができて、スーパーテレビくんのやつよりもう一回り大きめですね。でもこれはちょっともったいないから、使わないでおこう。じゃあこの分かれたパーツを組み立てていきましょう。まずは追加のこのヘッドパーツを、はめつつ、ベルト止めが別でありますから、このように、自分の頭部の位置に合わせて、サイズ決めできるってわけですね。で、さらに、後ろ側に、本編でもひっついている、アタッチメントパーツがありますから、これはこんな浅くていいのかな？奥までは入りませんので、これで正解なのか。はい、これでヒューマギアモジュール本体が出来上がりました。さすが、プレ版大人用ってことで、クオリティ高。なので中身としては、本体プラスボディシールですね。っていうか、やっぱり質感の違いを確かめたいから、これも貼ろう。いや、でもこれ置くと、すごい大きいな。はい、これで、水転写式デカールと同じ感じですから、はい、これで、おー、おー、これはね、さすがのプレバンバンって感じ。ほら、この差。この差よ。もう一回り大きくって、よりくっきりはっきりしてるかな。いずこんなに大きいやつを貼ってるわけですね。これは確かに数日は持ちそう。こんなに色はっきりくっきりするんだな。ではヒューマギアモジュールも確認していきましょう。これ100均とかで売ってる美術用のヘッドパーツですが、おおよそ本物の女性ぐらいのサイズ感はあるのかな。なのでこれ今頭のベルトのきつさは僕の頭部に合わせてあるんだけど、もっと頭部絞れば子供も OK だし、とはいえ基本的には大人用に作ってありますね。こんな風に。で、これでサイズバッチリじゃん。で、電池も最初から入ってるから、電源をオンにしてあげることで、滅亡陣雷とノーマルの切り替えがありますね。はい、夢に向かって渡米の起動音が鳴って、さすがに耳に当てるアイテムなので音量はかなり抑えめ。で、こっちはただ光るのみで、これは予約時の説明にもありましたね。奥側に電源オンすると滅亡陣雷の赤く光って、手前側に電源オンするとブルーに発光と。これで両方とも発光させた状態でこのように装着すれば、ほら、なりきり度やばくないですか？こんな感じで装着できるわけですよ。これが大人の僕でも、ほんとちょうど、全然ちょうどだ。ちょうど、装着できるような感じですね。ペーパークラフト版もレビューしましたが、何気に全体のサイズはそこまで変わらないクオリティってことがわかりますけど、この辺の本物感はさすがプレ版アイテムですね。じゃあ改めて、モジュール本体を細かく見ましょう。両方に電池が入ってて、最初からボタン電池はついてましたね。すごいっすよね。ブラッ
クのパーツをベースに白く塗装がしてあって、ここの軟質パーツは本編通りで、上側におもちゃ用の頭部追加パーツがついてると。ここでサイズ変化するような形ですね。メカ的なモールドなんかもすっごい細かいよな。で、ボタンはここが音声ボタンになってて、このように押せますし、反対側はスピーカー穴もなくて音も鳴りませんから、あくまでブルーとレッドの色替えのみ。サウンドはこちら側からですね。で、アルトとイズとジンの3人のボイスが入ってると。とはいえ、これが、セリフの解説がまさかのプレ版アイテムでも書いてなくて、あ、ウェブで見てねってことか。っていうか、音声多いな。ノーマルモードが全部で28音もあるんだ。で、イズとアルトの会話とかがすごい入ってると。あとは滅亡人雷モードは音声が6つ。というかプレ版系ぐらい紙の説明書に全部書いてほしい。なので改めて、はい、電源オンしてノーマルモードカラーの見た目はこうで、 LED のブルー発光、ムラもなくってかなり本編感出てますよね。ちょっと暗くすると、はい、このように綺麗に光ってることがわかります。ここを滅亡人雷側に、はい、色切り替えることで、ほらー、真っ赤になるわけですよ。もうちょっと明るくしようか。これくらいかな。このように両方とも赤くなると。じゃあサウンドを確認しましょう。まずはノーマルモード。はい、起動音が鳴って、大まかな遊びとしては3種類で、このノーマルモード、長押しで暴走モード、さらにボタン切り替え、電源ボタン切り替えで滅亡人雷モードと。まずはノーマルモードの28音。わあ、すごい、イズボイス。かわいい。あ、ウインク、瞬き音まで入ってるわけだ。社長秘書の伊豆と申します。私についてきてください。さあ、そのドライバーがあればあいつをどうにかできるんだよな。はい。我が社の社長の名につくもののみ、使用の権限が。いいからそれ俺にくれ。承知いたしました、アルト様。ゼロワンドライバーを腰に装着してください。なんだここ。ここは、我が社の通信衛星、ゼアの思考回路。アルト様の方は、衛星に無線接続しています。つまり今俺は人工知能と同じ思考速度を持った状態ということです。はあ、このままでは5秒後にアルト様が死亡します。え、それまでにマニュアルを乱入してもらいます。使い方を学べってことか。初回変身だ。アルト様、すみませんでした。アルト社長、ご自宅までお送りいたします。ゼロワンドライバーを使用した時点で我が社の社長に就任することに同意したと判断します。すごい、イズボイスとアルトの会話がバンバン入ってる感じ。アルト様の夢である笑いの表情を多数検出しました。こういう笑いの取り方もあるってことか。社長専用のライスフォンです。すべてのデータに目を通しておいてください。ヒレンインテリジェンス代表取締役社長、よし、やってやるか。名刺を見つめる名刺。はい、アルトじゃないと。これは伝統的な言葉遊びで、名刺と名刺。あー、お願いだから客を説明しないで。わ、すごい、 CSM バリにめっちゃ会話シーン入ってますね。今のはイカと一家をかけた面白いジョーク。え？はい、アルトじゃないと。
だから。っていうかここを真似しないで。いってらっしゃいませ社長。最後までアンナを壊さないでいてくれたおかげだ。オッケー、切るよ。アルトじゃナイト。今のは感謝の意味のオンに切ると洋服を上に着るという意味のオンに切るをかけたユニーク。お願いだからギャグを説明しないで。私はアルト社長のおっしゃることが理解できていません。さすがアルト社長。これじゃないの。アルトじゃないと。いや、その使い方。人は心の支えがないと生きていけない。 AI はそれをもたらしてくれる。つまりは愛だな。愛だ。これでも本当音量抑えめだから、ここに耳があっても全然うるさくないですね。ヒューマニアに善意が宿るかどうか分かりません。ただ私はアルト社長を信じたい。たとえ会社に損害をもたらすことがあったとしても。これは善意でしょうか、悪意でしょうか。それはないな。お前らが悪の意志ならこっちには善の意志がついてるからな。善良のお医者さんという意味をかけた。ギャグです。だからギャグを説明すんなって。怒る。私が質問の意味が理解できません。今回の失敗は私の責任です。私は社長秘書失格です。私にも見えました。さようなら素敵な私のお兄様。ワズだ。そこにはアルト社長に期待するヒューマギア全ての願いがこもっています。よろしくお願いいたします。なので第1話からシャイニングホッパーが出てくるとこまでかな。でもう一回押すと衛星ゼアからの命令を受信、任務を実行します。1音目に戻るわけだ。でこのノーマル状態でボタン長押しで暴走モード。はい、サウンドとかは、まあ、効果音はなりますけど、セリフとかはなくて赤くなりますね。これで反対側も赤くしてあげることで、私の仕事は人間を笑わせるからの暴走だったりとか、滅亡人類に接続みたいな自分でなりきって暴走することができますね。5秒間長押しですね。もう一回いきましょうか。長押し。で、さらに滅亡人雷モードに電源で切り替えて。はい、滅亡人雷に接続の効果音が鳴ってますね。ここが赤くなるだけでも全然イメージ変わるよな。で、ここからジンボイスが録音と。この陣怖すぎ。
あ、ちょっと待って。セリフかぶっちゃった。ここまでが1音目ですね。見つけた。君は僕の友達だ。手始めにこの会社を破壊して。これが6音目ですから、もう一回押すと1音目に戻りますね。実際、うん、音が鳴った状態で頭にはめても全然うるさくないですね。ただこれ喋り終わるとあれですね、ここが消えちゃうから、こっちはね常時点灯なんだけど、喋り終わるとそうですね消えちゃうので、両側常時点灯ってで、 できないのか。あ、でもその場合はあれか、暴走モードにすればいいのか。はい、赤く切り替わりますが、ここでほらボタンを押してもセリフも何も流れませんね。ただこれだと赤色がおそらく常時点灯なので、滅亡人雷状態、暴走状態では両方とも赤くすることができます。両方ともノーマルにして、あれだ、ボタンを押さなければいいんだ。セリフボタンを押さなければ常時点灯もいけるわけだね。そういうことだね。ああ、なるほどね。なのでノーマルのこのブルー点灯も赤点灯も暴走の両耳とも常時点灯いけますね。セリフが始まるとここが消えるわけだ。あ、ちょっと待って、でも消えた。一瞬で説明が覆った。これはじゃあ右側は常時点灯いけないわけか。そういうことか。で、こっちは逆に電源オフしないともうずっとつきっぱなしになりますので、1分満たないぐらいの間は一応点灯はいけますけど、基本的には右側はスリープモード的な感じでこうやって点灯消えちゃいますね。まあでもこれなかなか本物感あっていいっすよね。まああとは皆さん寝そべりぬいぐるみの一つや二つはご自宅にあると思いますので、ペーパークラフト版に続いてこのように装着して、これで打点子型のヒューマギアのプレバンバージョンが出来上がりと。もちろん暴走状態も大きいですね。やっぱこうやってやっても十分大きいな。以上、プレバン限定仮面ライダー01ヒューマギアモジュールの紹介でした。